えー、おかげさまでカウントゼロもリリースになりまして、こちらの曲をね、まあ、あの、いろんなところで歌わせていただいたりとかしてるんですよ、ということで。そんな中でね、えーまあ、未熟ま、ミにも10年ぶりに出演させていただいたということでございましたありがとうございます、もう本当に。まあ、気がついたら10年なんですんちょうどきっちり10年。2004年にアルビレオで出て以来だったんで、まあ、そういう意味ではこう、なんかね、この機会で、ね、 えー、戦させていただいたりとかして、ほんとね、あのー、楽しかったなと。また、こう、出た回がね、出た回で、それこそあのー、まあ、ゆずいたり、LF 的にはイミアちゃんもね、ね、日本放送経験者ですし、であとはまあほら、ね、高みのもいたりとか、で、ね、ベビーメーターちゃんもいたりとかしてさ、なんからこう、そういう意味でこう、仲間内が多い回だったので、まあすごい気楽だったのもありましたし、まあ、楽しかったのもありましたけれども、本当に。 楽屋裏も結構ニギニギとやったりとかしてまして。ねえ。まあもう、隣の楽屋がね、まあじゃあなんか、なんて言うんですか、こう久しぶりだったのもあって、こうね、テレ朝の入り方忘れたりとかしてですね、大変だったりとかしてたんですけども、入った楽屋がですね、まあ、当然ですけどもね、鹿のタモリさんの楽屋がありまして。で、結構僕、なんとなく感覚的に奥だと思って、ズンズン歩いてたんですけども、楽屋がたまたまなんですけども、タモリさんの隣が僕の楽屋で、その隣ユズだって もう騒がしくしちゃダメみたいな感じだったのしてたので。いや、まあまあそんな中でですね。いや、生放送の1時間でほんとあっという間だなと思ったりとかするんですけれども。まあね、あの、ゆずは特にね、年末ぐらいからかな、のあたりから結構こう頻繁にね、よく番組一緒になったりとかする機会も多かったので。まあ、その度にね、もう彼らがおちんちん触ってほしい、触ってほしいみたいな、もうすごいもう傲慢なリクエストをしてくるんで、もう仕方なく、いた仕方なく、 ゆずを触らなきゃ。<laughs> 売れたね。うん。<laughs> ゆずを触らなきゃいけない。もう、でも、も西川ちゃん的にはもうそんなことしたくもないのに、うん、そんな質問はね。まあね、そんな中でね、仲持ちが多いと。まあ気楽でやっぱ楽しいなと思ったりとかするわけでございますが。うん、終わった後ほら、今日着てるこれ、ね。前しか向かねえ T シャツ。AKB の前しか向かねえ T シャツ。うん、あれですよこう、メンバーのみんなが衣装で、衣装で使うよりリメイクするように今のやつって、こう、 一から全部作ったんだけども、リメイクした風に作ってるんですよ。まあ、それで、AKB の衣装の衣装部の忍さんがわざわざ、あの、高見田と一緒に私に来てくれましたんで、ええ、ここしばらくよく来てるんですけど、<laughs> みんな気づかないの。これ AKBT シャツだよって言わないと全部気づいてくれないんですけども。まあ残念ながら T シャツをくれた高見田写ってない、この写真のバージョンなんですけどね。<laughs> ということでございまして。もしよかったらね、あのー、同じく2月の12日にはですね、カウントゼロ。それから、 えー、DVD の、ね、えー、ツアーの DVD のも出てますんで、ぜひよかったらそちらのをご覧ください。